はいどうも、コシーです。今日はね、リングフィットアドベンチャーをね、やっていこうと思います。もうただね、自分がリングフィットアドベンチャーやるのをね、映すだけなんで、はい、それでもいいって方はお願いします。それではね、アドベンチャーモードってやつをね、やっていこうと思います。これからの先ね、現場画面が映ることはないんで、ただただコシーがね、やってる画面が映るっていうのでもいい方は見ていただければなと思います。このね、ゲーム選択がね、いちいちね、この、リングを押すとイエスみたいで、なんか回すと次みたいな。で、なんか1の1みたいなね、一面をやっていこうと思います。多分これもね、もう、あ、やべ、押しちゃった。よし、行くぞ。リングがね、手とね、あと足のね、太ももについてます。ここですね、これね。見えるかな。あ、これこれ。さあ。走るみたいですね。一面ですね。ジョギングしろって出てきて、ただ進むみたいですね。僕、さっきのウォーミングアップみたいな体操があって、それだけでもしんどいんですけど。あ、結構ね、なんか激しくランニングすると早く進むみたいで、タイムとかも出てるみたいなんで、けけけ、えれえな。床大丈夫かな。けけ、なんか扉が来たら、これ押し込むと空気砲が浮いてて開くみたいですね。よし。段差が来たら下向けてジャンプみたいですね。しんど。うわあ、ミスった。あ、もも上げすまない。あ、弱い。押し込む力が弱いと扉開かないみたいです。ジャンプ、ジャンプ、あ、ジャンプ弱い。コインがあってなんか吸い込むみたいですね。また足が出るか。これ結構しんどいですね。あー、ミスった。ゴール。はあ、2分6秒。ビクトリーポーズがあるみたいですね。腰を下げてスクワットパワーをためて、ビクトリー。はあ、しんどい。32キロカロリー。走行距離 0.5 キロ。しんど。2分10秒、32キロカロリー、走行距離 0.5 キロ。しんど。一面だけでこれですね。熱っ。いや、しんど。もう予想以上にしんどい。これ初めてやって、さっきなんかチュートリアルみたいな設定だけして、今一面をマジでこの動画で初めてやってるんですけど、予想以上にしんどい。はあ、最後で4分ぐらいみたいですね。頑張るで。最高。これ終わったらお風呂入らないといけないですね。最高。走れ。こんななんか空中みたいになってるんで、多分ジャンプとかありそうな感じがしますけど。ああ、やっぱやっぱ疲れてる。早くしないと。ふっと、あーあー、ジャンプが思った。ああ、何があかんのかな。あ、じっとか。押し続けるとずっと飛んでられるんですね。
全然コイン残れない。うわーもう全然ダメだ。ありがとう。なんかジャンプしてねコインを取れて出てくるんですけど、思ったようにジャンプできてない。敵と当たりましたね。敵にぶつかって倒せっていう、ドラゴンが生み出した魔物と戦えと、フィットバトルとかで謎のシステム。いやこのストーリー読んでられる時間好きだわ。エレーも行くぞ。この謎の説明時間助かる。いやエアコンつけて、エアコンがノイズ対策でつけられない。ただでさ、多分これ僕がドタバタしてる音とかノイズが乗ってるんで、はぁ、フットスキル、スクワット、バンザイプッシュ、なんかこう、きつい、諦めるボタン押したい。バンザイプッシュ、スクワットからいくか。スクワット小技力50。膝を曲げる。いくぞ。スクワットして、上げてキープ戻して、下げて戻して、下げて戻して、まだやんの、戻して、さあ膝が痛えよ。あと9回やれて出ますってこれ。全然ダメージ入らない。あと8回。膝が。戻して。うわー。ペースアップ。ダメだな、膝痛えな。よし、終わった。終わったけどまだやな、見てか。腹筋ガード。でやれと、バンザイプッシュ、足を肩幅に開いて両手を上げて押し込む。あ、これ楽だ。やっぱ膝が悪いから、膝がね、単純になんか病気とかでも怪我でもなく、自分が太ってるせいで負担がかかってるんで、膝使うとね、まあ使った方がいいんだろうけど、ある程度はしんどいけど、この手の方は別に偉いけど苦もなくやれますね。まあ、これが苦ないかどうかわかんない。あと8、9回か。いや、これね、伝わるかどうかわかんないけど、すんげえしんどい。まあでも普段動いてないから、しんどいのもあるし、あと普段動いてないから、こんぐらいやんなきゃいけないんでしょうね。これでも運動伝わんねえな、これ結構偉いんだけど。あ、なんか倒せそうですね。倒せた。よしよし。多分まだ歩けって言うんでしょ、これ。しんど。アラームが鳴っちゃって、途切れちゃったけど。今、なんかバンザイスクワット終わって、続きですね。さあ、行くぞ。はっ。あっと言わせれた。ちょっと休んだんでね。足が回復してますよ。よし、OK、OK。
ダン嫌いな桃揚げ。また敵出てきた。しんどいよ。スクワット絶対嫌。万歳プッシュ行こう。万歳プッシュ。万歳プッシュは俺でもできる。できるやつ選んでいいのかって話はあるけどね。今日は倒して押して戻して。しんど。うわマジタイガーさんと喋ってるだけで動画作った方が楽だわ。これしんどいよ。これで一本にしかなんないんですよ。もうそもそも見たい人いるかどうか思いといて。でも動画出してどうかは別としてね、超しんどいんでね、おすすめですわ。正直まだ2面なんでね、大きなことは言えないけど、敵を今倒してますよ。リバンゼップス終了。映画両腕ガード、腹筋ガード、オッケー。うわなんか選択肢が減って嫌なやつ選ばされますね。これ椅子のポーズ、ゆっくりと腰を落とす、両腕をまっすぐ上、よっしゃあったー。地味ちんど、食べるだけの動画にしたい。よしよし、行くよ。走るよ。これ絶対ここまで見てる人いないでしょう。いやもっとね、いろいろなんか関係ないこと喋りながらやろうと思ったけど無理だね、これしんどいもん。行け、ジャンプ。ああ失敗した。扉開け、よしょっとビクトリー。あまだか。さあ下げてキープしてビクトリー。やったー、7分。調べる、脈拍測る。軽い運動って言われちゃった。結構しんどい、ね。4分49秒。消費カロリー47。走行距離 0.47 キロ。オッケー。レベル上がれ。上がんない。2レベル。仕上がってきたね。オッケーオッケー。2レベル、2面終わり。じゃあ今日はね、2面が終わったんでここで終わります。今後ちょっと動画にするかどうかは分かんないけど。今後もね、リングフィットアドベンチャーやっていこうと思います。結論としてはね、結構しんどい。太ってると結構しんどい。太ってなくてもですよね、これ結構売れてるんで、評判いいんですけど、今日はね、ちょっとね、自分一人でやらないんでね、動画にしてみたんですけどね、なんかもう見てくれる人が少しでもいるなら、まあ見てくれる人いなくてもね、動画にしないとやらないんで、まあちょっと動画撮ってあげるかどうかはその場で考えたいなと思います。今日はね、ただただ太った人がリングフィットアドベンチャーやるっていうね、しかもゲーム画面も映さずにっていうのでね、ここまで付き合っていただいてありがとうございました。またね、おすすめなんで、もし買ってくれる人は、買う人は、スイッチとリングフィットアドベンチャーおすすめです。以上です。ありがとうございました。コッシーでした。